ラルフ・ウォルドマンは、ドイツ・ハーゲン出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で活躍した。ラルフ・ウォルドマンと表記、故障されることも多い。ドイツ選手権に参戦するかたわらグランプリへのスポット参戦を続けた後、1990年から本格的にエントリーを開始、以後順調にキャリアを重ねた。1996年には 250cc クラスで、 マックス・ビアジと熾烈なチャンピオン争いを展開し、わずか2ポイント差でタイトルを逃しランキング2となった。1998年には、ケニー・ロバーツ率いるチーム・ロバーツに招かれ 500cc クラスに挑戦するが、モデナスのマシンの戦闘力の低さは、歴然としており、ランキング14位と目立った成績は残せなかった。その翌年には再び百五十 c c クラスにスイッチして、 アプリリアのマシンで戦った後、2002年シーズンにグランプリから引退する。その後2003年に現役復帰を決意し、モートジッピークラスへの参戦を予定していたハリス WCM と契約するが、新たに開発した4ストロークマシンがレギュレーションに合致していないとして、出走を認められず、結局ウォルドマンがレースを走ることはなかった。 ウォルドマンの最後の勝利は2000年のイギリス GP であった。ドニントンパークサーキットで行われた、このレースは、レース中に目まぐるしく天候が変わる、難しいコンディションとなって、レース終盤には完全なウェットの路面となる中、上位を走っていたほとんどのライダーがカットスリックタイヤを選択していたために大きくタイムを落としていたところへ、レインタイヤを選択していたウォルドマンが10位以下から、 猛追し、最終ラップの最終コーナーでの大逆転勝利という劇的なものであった。2009年には、同じく元 GP ライダーのマーチンウィマーと共同でオートバイメーカーの MZ をマレーシアのホンレオングループから買収した。またこの年のイギリス GP250cc クラスのレースには、不傷欠場のウラジミール・レオノフの代役として7年ぶりにグランプリ復帰を果たした。 上述の最後の勝利を挙げた舞台で、決勝はまたも、ウェットコンディションとなった。43歳のウォールドマンは、今回は全ライダー中唯一ドライタイヤを選択する、ギャンブルに出たものの、結果は点通りタイヤに終わった。2010年より、MZ は、グランプリ 250cc クラス後継の元にクラスに参戦を、開始した。しかしウォールドマンは、運営方法をめぐって、 ウィマーと対立し、シーズン半ばにチームを去った。2018年3月11日、心臓発作により高い、去年51歳。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。